ライズボア重量級マッチ。ターゲット本部コアモテの菅原代表が送り込むのは、会社経営者藤野匠41歳。今回は子供たちにかっこいいプレーを見せれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。神奈川県大和市総進会から、はい、平田総裁大和渋谷斎場館長板橋博士46歳。ライズにチャンスをいただき、初心者ながら戦うことを決めました、会社のみんな、総進会の皆さんに、恥じぬ戦いをしたいです。下がることを忘れた重戦車同士のぶつかり合い、とくとご覧あれ。藤野匠 VS 板橋博士。さあ日立さん、はい、こちら第2試合重量級の試合となります。いやもう重量級ってのはもうそれだけでもインパクトありそうですよね。これはもうプロアマチュア関係なく絶対インパクトありますよ。関係ないです、パワーのでぶつかり合いなんで。168cm87.2kg頭の裏に総進会所属伴奏があったんで、ね、確かに46歳。なんか、ね、これ平田総裁の可能性大和渋谷斎場館長キャラが濃いなと思って板橋この広志板橋選手はこの写真とまた違いますよね。すリングのうわかっこいい顔、いい顔してますね。本当いい顔してますね。赤コーナー気合入ってですね。175cm88.5kg ターゲット所属41歳、ターゲット本部ですね。会社経営、はい、藤野匠。会社経営者藤野匠選手。これだって会社経営者とこの斎場の館長が戦うって、いや普通やったら交わらない。ありえないです、交わらないですよねそうですよね。いやだってもうあの斎場館長の戦う姿なんて どんな風に戦うんだろうって気になるんですもん。いや気になりますよね。で やっぱりプロやったらこの頭の後ろに、はいはい、この絆創膏を貼るってありえないじゃないですか。いやいやそうですね、はあ、大丈夫かなってそうですよね思いますよ。あのヤーマンさんがねこの前記者会見で怪我しましたけど同じ場所ですよ、ね、同じ場所かもしれないですね狙ってるのかな、ね、狙ってますねもうそのまま押しやすいんですね。さあどうなるのか、うん、もう1ラウンドね1分30秒なんですね。間違いなく前のめりの試合になると思います。もうリング狭く感じですねそうですよね。お立ち上がり、あ強烈、左のインロー、今のインロー、ちょっともう嫌がってるですね、はい、このインローってやっぱり嫌ですか。いや、嫌っすよ、やっぱもう一撃で倒れるとかじゃないんですけど、はい、やっぱり蹴られると嫌なんです、はい、おー、これはノーダウン。おでも今、いいとこでしたね、取られてもおかしくないようなタイミングでしたね。お互い引かないですね。プレッシャー強そう、おー、板橋選手を返す、板橋選手。おーでもおー、うん、パンチ受けましたね。避けました。おーガード上げたいですね、しっかり。あーこれはダウン取りました。2スタンディングダウンです。3 4ただ本人は迷信狙いですね。そうですね、6しっかりガード上げて、ちょっとボディも嫌がってるんで蹴り嫌がってますね、はい、それで足が手が下がってるところにパンチもらってるんで、うまいことこの藤野選手がそうそうそう、あー頑張ってほしい。あっ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 あこれ筋肉かタイムストップ。ただ今腹部に攻撃が入りました。すごいキックも取れましたね。そうですね。やっぱでも重量級なので、いやならならではの迫力がありますよね。はい、いや再開します。痛そうですね。さあ一発一発にラスト30秒インパクトがあります。藤野選手しっかり、うわうまいですね。蹴りパンチがうまい。組み立てがうまいですね。このやっぱりガードも高いです。蹴り、これまたしても1ラウンド KO。 うわ藤野匠選手、勝者藤野匠すごいですね。だってこれ匠プロに負けないぐらい盛り上がってるじゃないですか。本当にすごい2試合1ラウンド KO。 ただいまの試合は第1ラウンド1分12秒、なかなかないですよね。なかなかないですよね。第1ラウンド1分12秒でやっぱりアマチュアの試合なので藤野匠選手のやっぱ審判の方もね、はい、安全面を考慮して、まあ、そうそれはあるとは思うんですけど、ありますけど、はい、でも2人とも最後まで、いやそうですね、勝ちました。前に前に行きました。山藤選手たちの様より記念トロフィーが贈られます。いやでもレベル高いですね。あやっぱり日立選手から見てもレベル高いです、はい、レベル高い。今も藤野選手なんてもう
いやうまかったな、蹴りパンチ組み立てすごかったですし、インローからね最初入って、いやすごいな、多分ターゲット本部の菅原会長がしっかり指導してるんだなと思いました、やっぱりなんかアマチュアの試合ってパンチパンチでね、やっぱり行きがちですけども、まあ そこでちゃんと蹴りをベテランなのかなと思いましたね。一方のやっぱり板橋選手も会場の館長らしく、いや本当最後まで戦いに来ましたね。そうですよね、目が良かったです。いや、お願いします。よけてたんで、あ、ではマイクですね、マイク聞いてみましょう。あ、こんばんは。まず、相田さん、この10日間練習付き合ってくれてありがとうございます。それと、あの菅原さんにはまあ、なんていうんですかね、これありがとうございます、とりあえずそれと今日、急に決まったのにも関わらず応援に来てくださった皆さん、ありがとうございます。あと、それと、うちの子供はどこにいるかなあ、お子様いらっしゃるんですね。いや、さっき、俺の時パパ勝ったよ。おお、子供たちにかっこいい姿で見せたいって言ってましたね。あと、まあ、家族にはいろいろスケジュール変更させてしまいすいませんでした。今日のメインでターゲットの佐藤さんがこれから試合しますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。いや、やっぱり皆さんマイクしっかりしてますね。いや、やっぱりすごい、選手大将水経験をしっかりされてるなっていう、喋りもうまいですね。喋りももうなんか見てて勉強になりますよ、ね、人生の大先輩だったので。そうですよね。いや、この第2試合も1ラウンド KO 勝ち、勝者は藤野拓海選手でした。あ、すごかったです。ありがとうございます。